本当こうやってお客様にこう撫でてもらえるから、うん、ツルツルですいい油がついてそう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 。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は今年9月にオープンした保護猫カフェニャコットに密着取材。どんな猫さんに会えるかな。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い、伊予郡正木町加村動物病院は猫ワンを応援しています。ここは松山市の保護猫カフェニャコット。おはようございます。代表の大野さん、早いですね。そうですね、今日はあの取材が来るということで、ちょっと早めに。そうなんですか、すみません。とんでもないです。よろしくお願いします。すごい。ピンク履いちゃいますか。あ、そんなお客さんじゃないのに、すいません。入場するには注意事項があります。例えば、まあ、猫さん、あの大きい音とか目をじーっと見たりとか、あの言われるのすごく苦手ですね。まあ、行動を邪魔されたりとか、こう行こうとしてるのパッとやったりとかするのはすごく苦手なので、まあ、基本的にあの見守るスタイルで行ってくれると嬉しいです。あと抱っこもしたいんですけれども、あの膝に来てくれるのは全然 OK なんですけど、あの抱き上げてこう抱っこっていうのはあのご遠慮してもらってます。猫さん、あのそのお客様一人一人じゃなくてたくさんの人に接するので、みんなにこう抱っこされてちょっと疲れてくると、あの抱っこが嫌いな子になってしまうので、はい、そこはあのご配慮ください。自分から来るのを待つと。はい、もうあの甘えん坊は来ますのではい、ゆっくり遊んでいただいて膝をオープンにしていただけるとあの来てくれます。はい、で、まあ、体調とか、まあ、禁煙、まあ、これは今ね当たり前ですけど、はい、で、まあ、撮影とか、はい、あと、まあ、大事なのが怪我ですよね。怪我、うん、どうしてもあの保護猫ってあのみんな人懐っこい子ばっかりじゃないので、怖くてあの引っかいたり口が出たりしてしまう時があるので、はい、それにはもう十分気をつけて、はい、いただいてますね。失礼します。うわー、お邪魔します。お、お、お、出たがりさんいますね。好奇心が多い。あ、もう来る素敵。うおー、こだわりのインテリアですね。そうですね、やっぱり、うん、これあの作ってもらいました、はい、あのセンスのいい人が作ってくれて、
今日はお魚ご飯で、あのいただいた魚のアラだったりとか、あの出し取った後の鰹節とかと、あと今回何入れたかな、 おからとお米と、キャベツ。へー手作り。手作りです。はー、普通にカリカリとかじゃないんですね。カリカリもあげるんですけど、あの猫ってもともとそのなんていう生態として、あの水をあまり飲まないんですよ。飲まないじゃないですか。なので飼い主さんってすごい水飲ますのにすごい苦労されると思うんですけど、あのなのでその腎臓由来ね、その病とかのリスクもすごい高いんですけど、まあ、こういうあのウェットフード、あの缶詰でもいいと思うんですけど、ウェットフードだとこの食べ物から自然に水分が取れるので、そのリスク回避のために、はい、うちはで、まあうちは頭数がすごい多いので、あの缶詰買ってたらもうやっていけないので、あのはい作ってます。朝は手作り。そうですね、朝、まあ、基本的に手作りです。はい、たまにカリカリさん、まあ、総合栄養食なので、はい、それもあのいいとこ踊りで。結構たっぷりですよね。たっぷり食べますね。あのいろんなあの食材から栄養を取ることってすごい、人間もそうですけど、うん、あの大切なので、その猫さんにとってはあの必須じゃない栄養素もいっぱいあるんですけれども、はい、もうそういうものからあの自分の必要な栄養素を消化分解して取るっていうことをあの促してます。ただいま。お家古くなっちゃったね。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。またこの子ですか。誰ちゃん。クレアちゃん。クレアちゃん、もらい手さん募集中。北東飼育崩壊のとこから来たので、子猫には優しいんですけど、大人の猫さんって言うんです。お母さん大好き。子供とペットは台所大好きですよね。クレアちゃん、クレアちゃん、危ないよ。作っておいて何日か持つみたいなことあるんですか。何日か持たせます。冷凍とかしといて。そうですね、あ、今日こんなでっかい圧力鍋に、うん、まんまに作って、で大体5日ぐらいで冷凍室入れとくんですか。冷凍したり、もう冷蔵庫で、はい、2、3日分は冷凍したりですね。今日はうわ、でっかいな。これですか。これも使います。骨とか、あの魚の骨とかがあるときはどうしてもあの柔らかくしなきゃいけないので、圧力鍋使うんですけど、今日はあの切り身なので、はい、そういうお魚はどうされるんですか。これはあの今日もらいました。
の、 お寿司屋さんの、あの方が、マグロの血合いのところとかを、あの、もう捨てる、いつも廃棄してるので、それをあの友人が届けてくれるんですけど。わすごい。これが、これが豚がいたよっ。おでっかいですね。そうなんですよ。こういう形で。はあ、お魚くれる人募集中ってテロップ出しましょうか。いや嬉しいですね。本当ですか。わかりました。もう肉とか魚とかもタンパク質大歓迎です。わかりました。これでも京子さん続けられるのはなんでですか。大変だなと思って。あんまり考えないことかな。そんなに、うん、考え始めるともうできないと思うんですよ。だけどもあんまり考えない、うん、目の前のことをこなしていくというか、うん、感じですかね。走らせてるものって何ですか。なんかいろんな問題があったときにこうこうすればいいじゃないっていうあるじゃないですか。あ、じゃあこうすればいいのに、ああすればいいのにっていう思った時に、まあ猫がもらわれないで困ってるならば、じゃあこうすればいいじゃないっていうのが私にとっての保護猫カフェなのでっていう感じですかね。なんかこう、うん、まずやってみるというか、それがいいというならば本当にいいのか、それが試してみたいみたいなとこかな、そういう感じですかね。そんなにすごい猫が本当たまらなく好きというわけでもないんですけど、愛媛って悲しいことに犬猫の殺処分数がワースト1なんですよね。でその分いろんな人もすごく必死で動いてて、で周りの人も心痛めてるので、まあ一人一人がちょっと行動すると結構変わってくると思うので、うん、で私みたいにこうあんまり今までそんなことしない人間がするとすごい、なんていうんですか、広がるというか、今までもうやってる人の周りの人材っていうのはかなりね広がってるけど、また新しい点が生まれるとそこから波紋が広がるようになるので、何にもやったことがない人がやるのっていいなと思いますので、皆さんも何かできることからちょっとずつやってみてくださいと思います。日本ケアドッグ協会はナチュラルケアドッグアカデミーとして新しく生まれ変わりました。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなど自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフを過ごせるようお手伝いします。ナチュラルケアドッグアカデミー。ネコワン松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。はい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 は
CM の後、いよいよオープンです。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるテローグループ。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。これはこれお手入れセットです。これ噂に聞くあれですか？取れるんですね。結構散々やっても取れます。気持ちいいね、あずちゃん。小屋のお寄付でいただいて。高いですよ、それ。高いんです。私は8日はない。私も8日はない。ありがたいことにいただいて、ね、うちにはないんです。お店の子は。
本当こうやってお客様にこう撫でてもらえるから、うん、ツルッツルです。いよいよオープンですね。はい、今日も一日始まります。お客さん来てくれたらいいです。はい、お待ちしてます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと、首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部、桜井動物クリニックは、猫ワンを応援しています。猫ワン。大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年をとって介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。なんか野球部って感じだ。こっちおいでよ。片方こっちおいで。でも2匹おすすめします。もう1匹いきなりがいいよって言われて、どうせ買うならね、これどうしてなんですか。2匹で遊んでくれるし、うん、寂しくないし、まあ、社会性も当然育まれるし、ストレス、猫のストレスすごい全然違うので、でやっぱり大きくなってから迎えると相性とかが、うん、苦労するんですよ。だけど初めて飼いに来ちゃっても本当に仲がいいんで、またその姿も本当可愛いので、やっぱスリッパ脱いで絶対おすすめです。あ、そうなんですか。絶対おすすめですよ。うん、本当に私も後悔してはるんですよ。うちに、うちは今飼い猫が1匹で保護猫が8匹いるんですけど、もうこの子がもう全然飼い猫を受け入れてくれないんですよ。この子で5ヶ月ぐらいです。レオくんです。今遊びよる子と兄弟。やっぱり仲がいいし、うん。
ごい多いね。私も今募集中なんです。あ、そうなんですね。お母さんなの。うわー、かわいい。絶品さんや。トロコの子供やつねー。ちょっと頑張ってね。お察しします。いつでも相談来てください。ありがとうございます。どうする家族会議やね。長い付き合いになります。そうですね、はい、そうなんです。引いてください。引くやん。ありがとうございました。頑張ってください。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見